町にかつて存在した総統宗の寺院3号は松原山であった松原神社工事3年、島津市15代当主であった島津高久によって副将寺の松寺として建立、高久死後はその後大事となる。法暦6年10月の松平又三郎や中文元町での自社公400石。寺内に松寺の源の春庵などが併設されていた。 明治2年の廃仏希釈により廃寺となり、跡地に島津高久を祭神とする松原神社が建立された。境内は明治時代には有興の地として賑わっていたという。残った墓地の方はそのまま市民墓地として強用されたが、大正8年鹿児島市の市街地拡大により撤去され、ほとんどの墓石は鹿児島市への草むた墓地、氷元墓地、路重墓地、 広告寺墓地へ移転させられた。南林寺墓地には約13万5千基の墓があったが、墓地廃止後に無縁墳墓,墓3500用が残った。このうち著名人の墓を南林寺有書墓として残している。墓地廃止に伴い、鹿児島市は無縁墳墓,墓台帳を作成市町内に保管し、閲覧に供していたが、現在この台帳は廃棄したとしている。南州寺の隣に、 南林寺墓地にあった名詞の墓をまとめたものである。幕末の藩士や剣術家の墓が多い。なお一列目は南州寺及び月章の墓から一番遠く、四列目は南州寺及び月章の墓に近い側にある。一列目、二列目、三列目、四列目、鹿児島市内にある、いずろ通りは、漢字では、石道路と書き、かつて、 南林寺の石道楼が建っていたことに由来する。南林寺墓地の整理 P367、鹿児島市市鹿児島市編、大正13年6月16日発行大念、久尾、南林寺にグラム参照、ABCDEFGHIJK 大正13年、鹿児島市発行の南林寺由書墓地参照、K 点愛人別釣り、母神、西南戦争と、 名古屋彦太夫参照、地名の由来、鹿児島県、2020年1月27日閲覧、ありがとうございます。